ゴールドシップ産駒のボバ、無事生まれる馬の息子なので馬息子と名付けられた。ロイヤルゼリーの2年目は捨て子系から中山フェスタを種付け。一番気に入っているのは値段だ。これまで馬券を買うゲームと化していたダビスタだが、これから競走馬育成ゲームが始まる。もうギャンブルは卒業だ。日を進める。馬息子は生まれたばかりなので、デビューまでは収入なしで牧場を維持する必要がある。越年、従業員の給料とかちゃんと支払われてるのか。馬が生まれる。馬だけ2頭目は牝馬。デフォルトの名前がしっくりきたので、そのままアースバーナと名付けられた。3頭目、同じく捨て子系からドリームジャーニーをつけようとしたが、種付けおじさんに資金難を指摘されたのでやめておこう。日付を進める。おじさんが種付けしろって言うから安い馬をつけよう。テイエムオペラ王、種付け料10万円、配合が凝っているらしい。資金難を指摘されたが、配合が凝っているなら大丈夫でしょう。しかしこの選択が新宿涅槃牧場に経営危機を招いてしまう。収入が得られぬまま、牧場維持のため資金が少しずつ減っていく。馬も生まれた。馬だけ父テイエムオペラ王からニルバオペラと名付けられた。さすがに資金的な余裕がないので、この年の種付けはなし。7月になって馬息子が入厩できるようになった。厩舎は藤沢和柳厩舎を選択。調教は基本的にお任せで進めるプレー方針とする。8月、新潟芝1400でデビューすることに。新潟競馬3レース2歳新馬芝 1400m、 コンディションは良。スタートしました。出遅れは外パルマーノ。まずは先行争い。内から押して2番マリノディアナ、2番手8番クリスタルアワー、11番トゥザフロンティア後位につけています。トゥザフロンティア、その後クリスタルアワード。4コーナーカーン直線コースに入ります。クリスタルアワード勢いよく追い上げる。残り200を切った。変わらず先頭はクリスタルアワード。レッドワンシェフかわして先頭に立った。先頭はレッドワンシェフ。レッドワンシェフ差し切って合理。勝ったのは15番レッドワンシェフ。ギリギリ賞金がもらえない6着を確保。出走手当だけもらう。厩舎に預けたことで予託料もかかる。じわじわ追い詰められる。9月刺繍の中山1200に出走。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。マリノオークション突っ込んでくる。馬息子来るのか。まだ先頭はマリノオークション。工業ブライト接近してくる。マリノオークション突き放しにかかる。ウィンヒストリオ差を詰める。マリノオークション先頭で合理。的確に掲示板を外す姿に涙が止まらない。出走手当だけでは収支はマイナス。自利品状態。東京ダート1300に出走。スタートしました。トゥーフラッシー頑張っている。トゥーフラッシー、トゥーフラッシー先頭で合理。ダートは苦手らしい。今月もまたマイナス収支。東京芝1400、毎回後ろからになってるので先行指示。スタートしました。コースタートはクラウンクラシック青いサンシャイン。まずは先行争い。5番メジェールスー先頭に立ちます。先行先行。馬息子は疲れが溜まっているので放牧。とうとうこの時が来てしまった。この月金を稼がないと牧場を維持できない。行くしかない。競馬場に。ステイヤーズステークス。牧場の命運をオセアグレイトに委ねる。頼んだぞ2020年の勝ち馬。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して7番マイネルミラノ、2番手1番ビッグウィーク。追いすがるマイネルミラノ。2頭が激しく競り合っている。ここからが勝負どころ。マイネルミラノ先頭、ビッグウィーク少し離れて追走。フェイムゲーム苦しい展開になった。オセアグレイト先頭に並びかける。鈴鹿デビアス徐々に接近してくる。オセアグレイト先頭で合輪。1着6番オセアグレイト、2着以下は混戦です。
ランブル沼のゾンビ牧場。無事年を越すことに成功。しかし依然として資金難。競馬場に行こう。中山金牌単勝1点。ステイフーリッシュ先頭でゴリ。勝ったのはステイフーリッシュ。京都金牌で取り返す単勝1点。さらに差を広げにかかるグランデッザ。フェアリーステークスで取り返すワイド1点。勝負になったジェルミナル差し切ってゴーリン。ヨド短距離ステークスでもう馬券を買う金すらなくなってしまった。馬息子飛球。飛球したばかりだが馬息子に賞金を稼いでもらわなければ牧場が終わってしまう。まだまだ太いが無理やり走らせる。東京の 1800m を選択。東京競馬1レース3歳未勝利。芝 1800m コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。外から押して11番グレイスアン、1番北の踊り子譲りません。10番ギャンブラー好位につけました。4コーナーから直線へと向きます。さあ正念場の直線。後続グループが押し寄せてくる。北の踊り子余裕を持って走っている。400を切って先頭北の踊り子。その後グレイスアン。北の踊り子抜け出した。馬娘打ちをついて追ってくる。残り200を切った。北の踊り子頑張っている。馬娘ここで先頭になった。馬娘差を広げにかかる。際どい勝負になった。馬娘押し切ってゴール。勝ったのは3番馬娘。人気に応えました。2着以下は混戦です。まさかの勝ち切り。これには調教師もびっくり。牧場存続の音。安心して2月を迎えられる。 1800m で勝ったので味を占めて中距離を走らせる。スタートしました。この後からビーストワール。クラッシングジェン先頭。クラッシングジェン粘る。クラッシングジェン押し切ってゴール。しかし昇級初戦で大敗。その後も勝ちきれず。4月になりロイヤルゼリーをテーエムオペラ王と交配。資金難は馬息子がどうにかしてくれるのでよし。その後も勝ちきれないレースが続いた馬息子だったが、8月の1勝クラスを快勝。2勝クラスは昇級戦こそ案外だったが、11月に距離を 1200m に短縮すると湘南隊捕らえに出る。湘南隊が先頭に並びかける。モンゴール馬娘差し切ってゴール。あっさり勝ち切って昇級。3勝クラス初戦で 1800m に再び延長したが、コンディションは良。後続を離していく。ゴールドブラッドあっという間にかわした。ゴールドブラッド差し切ってゴール。ギリギリ掲示板を外すお家芸を発動させてしまう。昇級2戦目。東京 2000m 3勝クラス芝 2000m コンディションは良。スタートしました。16頭ほぼ揃いました。食い下がる里のビクトリー。3頭の激しい先頭争い。迫るロジティナ。2頭が激しく競り合っている。食い下がるロジティナ。残り200を切った。ウィンユニファイ伸び足がいい。サウンドマジ接近してくる。馬娘捉えにかかる。3頭の追い比べ。馬娘差し切ってゴール。1着5番馬娘人気に応えました。無事勝ち上がり馬が生まれる。馬だけ名前はお任せで。馬息子は高松の宮記念に出走。鞍上は武豊。新宿涅槃牧場としては初の重賞挑戦。そして初の G1 だったが、しのぎを削ります。グランアレグリア粘る。グランアレグリア先頭でゴール。結果は惨敗。翌月G2 マイラーズカップに挑戦。鞍上は引き続き武豊。京都競馬10レース G2 マイラーズカップ芝外回り 1600m コンディションは良。スタートしました。
12頭ほぼ揃いました。まずは先行争い。10番レッドアリオン、すっと前に持ち出しました。食い下がるレッドアリオン、ガンチャーレ先頭、ウマ息子並びそうだ。わずかに先頭はガンチャーレ、残り200を切った。追い上げるウマ息子、ウマ息子このまま押し切れるか。ウマ息子差を広げにかかる。ウマ息子差し切って合理。勝ったのはウマ息子、鞍上は武豊騎手。ウマ息子マイナーズカップ制覇です。9番人気で1着、重賞初制覇、総獲得賞金は1億を超えた。馬息子が稼いだ金で馬を買う。早期の繁殖入りを前提に手頃な牝馬を購入。はい、中央の方いただきました。いかがですか？ございませんか？よろしいですか？ございませんか？父がグラスワンダーなのでグラスバーナと名付けられた。若干気持ち悪いイントネーションで呼ばせる。牝馬の扱いが得意らしいので早乙女厩舎へ。そして怪我をした。馬息子は安田記念へ。長い歴史と伝統の1600m、誇り高きマイラーたちが挑みます。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。スタートしました。グランアレグリア、このまま押し切れるか。グランアレグリア先頭、グランアレグリア先頭で合理。そして惨敗。 CBC 賞スタートしました。少しばらつきました。ベルカント、ダンスディレクター、追い上げるベルカント、押し切って合理。残念な結果に。アイビスサマーダッシュに出走、最内を引く。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。戦闘が変わった。白山ムーン突き放しにかかる。次のエンデバーすごい足。ようやっとる。この年デビューのニルバオペラ。ニルバオペラ3番手から先頭を狙う。クイック伸びる。カフェリュージ押し切る。勝ちきれないが着順は上げていく。3歳8月で未勝利のアースバーナ。わずかに先頭はダノンインパルス。ダノンインパルスウイングセクション接近。8月も残り1周、後がない。最終週で決死の連投策。8番アースバーナ、2番手11番レックスミノル、7番ディーガルメイン好位をキープ。アースバーナ足色は衰えない。レックスミノル捉えに出る。逃げる逃げる。アースバーナ NY パフューム。アースバーナ逃げ切ってゴール。1着8番アースバーナ。最後の未勝利戦を勝利で飾る。馬息子は富士ステークスへ。あと200。ブラックスピネル頑張っている。イスラボニータ後続を離していく。イスラボニータさらに差を広げる。イスラボニータ1着で合理。2桁着順が続く。試しに連投で天皇賞秋に出走させたが、当然こうなる。リステッド競争なら勝ち目はあると思われたが、このまま押し切れるか。ウィンプリメーラ差し切って合理。ここでも2桁着順。グラスバーナはデビュー3戦目でダートの未勝利戦へ。スタートしました。本当好スタートを切ったのは4番名勝ルクール。名勝ルクール、このまま押し切れるか。追い上げるグラスバーナ。さあ勝つのはどっちだ。2頭が並んで合理。無事初勝利。馬息子は阪神カップへ。 G2 阪神カップ。サダムパテク後続を離していく。サダムパテク先頭、サダムパテク押し切って合輪。重賞では勝負にならず、ダッシングブレイズまとめてかわした。リステッドでは金量が重すぎるという現状。不良馬場の中山記念。 G2 中山記念芝 1800m、 コンディションは不良。スタートしました。好スタートは当選キャプテンペイエムアンコール。食い下がる湘南ライツ。クリールカイザー、クリールカイザー先頭だ。中山ナイト苦しい展開になった。逃げる逃げる。クリールカイザー、ディサイファ先頭を追っているが、クリールカイザー、中山ナイト、クリールカイザー先頭で合理。ババと展開に恵まれ3着を確保。ニルバオペラ骨折。
的確に賞金を稼いでくるグラスバーナ。馬が生まれる。馬だ。ゴールドシップ産駒の牝馬で馬息子のゼンマイ、ウマイモウトと名付けられた。ウマイモウト。馬息子は KO 杯スプリングカップへ。頑張れお兄ちゃん。デブ。まあ無理に出走させたのが悪いんですけどね。初見さん。グラスバー差し切って合理。自分の目次第を自分で稼ぐグラスバーナ。馬息子はそろそろ年齢的なものもあるのか盆走続き。ニルガオペラ、8月最後の未勝利戦。勝つことができなかったので未勝利のまま引退。そして自分の目次第を自分で稼ぐグラスバーナ。馬息子はその後も奔走続き。グラスバーナも骨折してしまう。アースバーナは繁殖入り。初年度はミッキーアイルと後輩、2年目はオルフェーブルと後輩、ステイゴールドの 2×3。 おじさんが何も文句言わないので多分大丈夫だろう。馬息子はダート重賞を最後に競争生活を引退した。そしてうまいもうとが小倉 1200m の未勝利戦でデビュー。うまいもん足色は衰えない。フックリューフォー懸命に追うが、先頭はうまいもん。うまいもん一着でゴール。見事勝利。その後も1勝クラス。逃げ切ってゴール。2歳オープンを勝利。うまいもん先頭でゴール。馬が生まれる。馬だけ。ステイゴールドの激強インブリード牝馬はシンデレラバーナと名付けられた。うまいもうとは堅実なレースを続け、クロノスタシス懸命に追うが、先頭はうまいもうと。うまいもうと押し切ってゴール。3勝クラスを勝ち上がるとリステッドでも2着と力を見せた。これは170万円で売られるアースバーナ。牧場に秋ができたのでグラスバーナはようやく繁殖入り。中山牝馬ステークスに出走したうまいもうと。G3 中山牝馬ステークス芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。16頭ほぼ揃いました。うまいもうと先頭食い下がる。ブライティアパルス。うまいもんと抜け出した。ブライティアパルス離れて追走。電光アンチ届かないか。うまいもんと足色は衰えない。上りディアーナ追い込んでくる。うまいもんと粘る。電光アンチ伸びる。うまいもんと逃げ切ってゴール。勝ったのは6番うまいもんと。見事勝利。その後も堅実に走り賞金を積み重ね、5歳で繁殖入りした。ネロ先頭でゴール。母アースバーナのミッキーアイル産駒ニルバロミオ。ニルバロミオ故障発生か。下がっていきます。レース中に故障し予後不良と診断された。その妹シンデレラバーナ。シンデレラブアーナ足色が衰えない。マグモセーラ。シンデレラブアーナ先頭でゴール。福島の新馬戦を勝利で飾ると1勝クラスも勝利。リステッドでも2着。最初の繁殖牝馬ロイヤルゼリーは出産に耐えきれず死亡。その後継うまいもうとは2年目にドレフォンと交配。凝った配合らしい。一方シンデレラバーナ2勝クラスを勝利すると3勝クラスで惜しくも2着。調教師曰く入れ込みがなければ勝ち負け。能力の高さと気性のヤバさがうかがえる。3歳以上3勝クラス。シンデレラブアー回して先頭あと200。シンデレラブアー差を広げにかかる。先頭はシンデレラブアー。シンデレラブアーその後あっさり3勝クラスを勝ち、その年の有馬記念に出走。シンデレラブアーまだ後方ビルシーナ接近してくる。強いメンバーが集まった中で漁夫の利敵に4着を確保。シンデレラブアー追い上げる。阪神大賞典でもちゃっかり4着を確保した。
グラスバーナ3区のエピファバーナは東京でデビュー、見事勝利。父はエピファネイア。掲示板は確保するが勝ちきれないシンデレラバーナ。オープンケフェウスステークスを9番人気で勝利。そして重賞で掲示板確保。その後は凡走が続き、6歳で繁殖入り。グラスバーナは出産に耐えきれず死亡。その3区エピファバーナは3勝クラス止まり、引退させるつもりだったが、調教師が良い母になりそうというので、グラスバーナの後継として繁殖入りした。そして次の世代へ。父ドリームジャーニー、母父オルフェーブル。強いインブリードを持った狂気の快速スプリンター。その馬の名は。広げにかかる。エイヤンエイヤン押し切ってゴール。勝ったのは5番エイヤンエイヤン。人気に応えました。